まあそれはさておきですね。で、改めて、まあ、新作で一通り、まあ、遊んで、各ヒロインについての感想を言っとこうかなと。まずメインヒロインの、天宮さくら、彼女がですね、いいところはやっぱし開発も開発チームもすごいやっぱ力を入れてて、でいわゆるもう歌ゲームの顔ですから、彼女は、まあ、ものすごいこう手がかかってますし、キャラクターとしてもなんか声優さんのね、自然な演技がすごく出てるっていう評価らしいんですよね。で声優さんもすごくねやりやすかったって言ってるんですって。でいわゆる素のこんな感じかなと思ったら、もうそれがそのまんま採用されるっていう、別にそれは音響側が手を打てるってことじゃなくて、声優さんの演技、自然の演技がキャラクターとうまい具合にマッチしてっていうことなんだと思うんですけど、まあ、そういうふうなので、もうこういい子なんですよ。キャラクターとしても操作キャラとしても強いですしね。ただ唯一の欠点がですね、まあ、主人公の神山清十郎っていうのがまあ隊長でいるんですけど、彼専用ヒロインなんですよ、彼女は。はい、桜大戦の主人公はいわゆるゲームの主人公、確立されたキャラクターとしての立ち位置と、あとはプレイヤーの分身としての立ち位置っていうのが必要なんですよね、この主人公っていうのは。で特に桜大戦の主人公っていうのはその要素ってすごく大事で、1から4の主人公の大神一郎が人気なのはそこがポイントなんですよ。確立されたキャラクターっていう部分と、プレイヤーの分身としての要素が共存できたんで、だからキャラクターに深みがあるとか厚みがあったんです。だから人気があったんです、あれは。で神山清十郎っていうキャラクターは非常にいい、むしろいいキャラクターなんですけど、プレイヤーの分身としての要素が薄いんですよ。確立したキャラクター性の方が強くなっちゃってるので、でそこにきつけて天宮さくらっていうのは、その神山清十郎っていうの幼馴染っていう設定なんです。で最初に再会した時からもうね、幼馴染でずっと思い焦がれてた清十郎が現れて、だ第1話の時点でもう攻略済みなんですあの子。第1話の戦闘のシーンで主人公が無限っていうロボットになって駆けつけるっていう、シーンがあるんですよね。でそこで選択肢で桜俺についてこいって選択肢があるんです。でそれを選ぶと桜俺についてこいって言うんです。でそこで桜がはい一生ついていきますって返すんです。第1話で攻略終わってるんですよあの子。でしかもさっき言ったように神山はもう神山なんですよね。主人公はプレイヤーじゃないんですよ。主人公なんですけど、プレイヤーの分身じゃなくて神山って独立したポジションになっちゃってるん でしかもその神山に対してのヒロインなので、桜っていう、だから桜はプレイヤーからしたら遠くの憧れのお嬢さんにしかならないんですよ。いわゆるあの手のギャル、もう、ね、桜大戦ドラマティックアドベンチャーですけども、断じてギャルゲーではないんですけども、ギャルゲーのポイントとして何々は俺の嫁的な、そういったこう感情移入ってすごく大事なんですよ。で天宮さくらっていうのは神山専用ヒロインになっちゃってるんで、神山清十郎の幼なじみ で昔から思い憧れてたお兄さんで、清十郎っていうので、結婚の約束も実は幼い頃してて、それを忘れてて憤る桜みたいなのあるんですよ、っていう風な。でも第1話から攻略済みなんですよ。っていうことでいくと、自分の桜は俺の嫁っていうプレイヤーって多分ねほぼいないです。だって神山の嫁ですから。もちろん今までの桜大戦も新宮寺桜は大神の嫁とか、そういうね、リコーランは大神の嫁みたいななるんですけど、でも大神一郎っていうのはプレイヤーの分身という側面もちゃんとあったんで、だから花組のメンバーっていうのは自分の推しメンというか、自分の俺の嫁だみたいなね、そういうような感情移入の仕方ができたんですけど、天宮さくらは神山専用ヒロインになっちゃってるんですよ。っていう風なのが唯一の欠点ですね、あれはね。だからお幸せにっていうにしかならないです。キャラクターとしてはねいい子なんですけどね、なんかちょっともったいないですね、そういう意味ではね。東雲初穂っていう切符のいいお祭り娘がいるんですよ。神主の娘で、胸がでかいんです、キャラクターの特徴としては。で彼女の最大の特徴はいわゆるチョロインなんですよ。チョロいヒロイン、
ものすごい速攻で参っちまうんですよね。もうあのいわゆるこうストレートなキャラなんで、いわゆる熱血主人公みたいなあの選択肢を選んでると、ものすごい勢いで信頼度が上がっていく、好感度が上がっていくんですよ。でそうなるとあので各キャラごとに新桜大戦はそのキャラクターとこう1対1でコミュニケーションする、コミュニケーションモードってあるんですけど、あそこでもうなんか見つめられてなんか恥ずかしいぜとか参っちまうぜとかつって、もうあっという間に落ちるんですよ。 この子絶対悪い男に引っかかるわとかもう速攻であのもうイケメンにあのいいようにもてあそばれるわこの子みたいないわゆるねちょろいなんですよねそれ以外はあの自然に私なんかはあのこう熱血主人公とかでこうプレイするのが意外と王道で遊んでしまうんで、だものすごい勢いで効果が上がるんですよ、うん、っていうそういうキャラクターですね。で望月あざみ忍者の女の子、いわゆる桜大戦シリーズで各あのチームに一人必ずいるロリ枠ですね、ロリっ子枠、幼女枠、あのこんな言い方するといろいろあのこう昨今問題のある表現になりますけど、いわゆるあの小さい女の子のポジションになるんですけど、でこの子が一番可愛いです。私は別に男児でロリコンではないんですけども、いわゆる養いたい系ですね。この子は俺の娘みたいな。あのこれはあの実際ね、これ私の趣味嗜好で、あのテイトは私はリーコーラが好きなんで、パリ花組はココリコってやっぱ幼女の子なんですけど、あのあとロベリアとココリコが好きなんとか、そういう風な感じで、あの保護欲をかきたてられるキャラクターがどうもね好きらしいですね私ね。こいつは俺が面倒見なきゃっていう、こいつのこと分かってあげられるの俺しかいないぜ、うん、みたいなところをついてくるキャラクターにどうも弱いっぽいですね。あざみはまさにそれですね。もう結構やり手の忍者なんですけど、結構ポンコツなんですよ、人としてまだ幼いんですよ。でそれがね可愛いんですよねっていうところで、望月あざみは俺の娘でクラリスっていう子がいるんですけど、これは文学少女ですね。でこの子はね、何ですかね、キャラクターとしては結構スタンダードな、外国人の金髪碧眼の女の子で、潔癖症で、ただ口が悪いですね。何かとあれば地獄に落ちてくださいって言ってきますからちょっと妄想癖が入ってる女の子で、文学少女で、でゲームの ストーリー上脚本も書くことになるんですけど、そのこう脚本を書く上でなんか構想の殴り書きみたいなのが妄想全開で、なんかちょっと恥ずかしい、読むのも口に出すのも恥ずかしいみたいなものをいっぱい書いちゃう女の子で、それをいちいち主人公が見つけて、いや見ないでください、ダメですダメですって、もう地獄に落ちてくださいっていう、そういう声優さんが早見沙織さんで、罵られたい人はぜひおすすめです、アナスタシア・パルマ、褐色系美女ですね。とにかく胸がでかい以上彼女についてはね、深く話し出すといろいろこうストーリー的な絡みもあるんで、とにかく胸がでかい、巨乳の褐色美女が好きな人はぜひアナスタシア・パルマで、なんかウハウハしてくださいということで、以上桜大戦、新花組紹介でした。I don't know.